清水寺三景曼荼羅清水寺三景曼荼羅とは、音羽山清水寺を描いた、社寺三景曼荼羅。清水寺三景曼荼羅は、今日二つの作例が伝わっており、所蔵者の名をもとに、清水寺本及び中島家本と呼ばれている。両者とも、制作年代、工房を明確に伝える資料を書くが、構図はおおよそ一致し、前者は16世紀半ば、後者は16世紀後半の作と推定されている。清水寺本堂社寺三景曼荼羅と本願には深い関わりを認めるのが通説であり、作例が清水寺成就院に伝来することや、図像解釈から清水寺三景曼荼羅の作成主体は本願たる成就院であると位置づけられる。制作年代である16世紀は、清水寺における本願の確立期であった。清水寺三景曼荼羅の作成時期に遡る15世紀末、清水寺は応仁の乱の陛下によって焼失し、文明16年6月に本堂が再建された。この再建のための勧進に従事した勧進僧、願い網は、清水寺入寺以前に、四条橋、五条橋の修復、再興、南禅寺仏殿再建の援助としての百貫の寄進、勧奨の基金における施行といった活動に、従事していた。こうした活動は、全面的請負かつ臨時的活動という、中性的勧進の活動であった。願網の活動にはまた、室町幕府権力や幕府要人との結びつき、勧進性集団の利用といった特徴があり、それは、清水寺の再興事業においても引き続き認められるものであった。願網は、再興事業を全面的請負事業として担い、寺家や公家から再興はひとえに願網の力によるものと認識されてはいたものの、あくまでその権限は法画と造営、修繕の範囲にとどまり、寺本来の活動である仏事には関与し得なかった。願網自身は再興の完遂を見届けることなく、文明18年に死去するが、彼の後継者たちは、清水寺境内の成就院を引き続き活動拠点とし、やがて15世紀末には、本願成就院と呼ばれるようになる。後継者たちの寺外での活動はその後も遅い時期まで中性的勧進の特徴を残し続けるが、寺内においては本願院に霊場の縁起に関わる霊物を安置して、後部儀等に携わるだけでなく、独自の同社として朝倉堂を建立、護持して清水寺本堂と同じ本尊を祀るなど、16世紀初めには、縁起と仏事の両面にわたって清水寺の宗教的領域への進出を図り、清水寺の縁起との結びつきと自らの存在の正当性を主張するようになっていた。こうした変化は、勧進像が集めた財貨すべてを同社伽藍の造営、修繕に支出するのではなく、勧進像独自の活動、例えば独自の同社の建立、護持に用いられるようになったことを意味し、中性的勧進から本願への変質の時期にあった。願網の活動は近世に至る清水寺における勧進活動の出発点だったのである。清水寺三景曼荼羅の図像は五条橋から清水坂を経て門前に至る三景堂と霊場の二つに分かれている。実際にはほとんど一直線に近い道が著しく縮小、変形させて描写されているのに対し、霊場の風景ははるかに大きく、細密、正確に描かれており、通絵図的に三景曼荼羅に認められる原則に、従って、清水寺三景の信仰世界が描かれている。一方、霊場が完結した小宇宙であることを示す象徴として、日輪、月輪の描写が三景曼荼羅には通例であるが、清水寺本には、その描写が欠けている。清水寺本の上部は山稜に沿って切り取られた形跡があり、日月の描写が本来は存在したと推測されている。仁王門三景堂は画面左下の五条橋から始まる。同時期の洛中洛外図の各種の伝本には描かれた五条橋は、大ぶりの橋脚を持った姿で描かれる一方、清水寺三景曼荼羅のいずれの作例においても五条橋は、赤い欄干と金の擬宝を持つ姿で描かれており、あるべき理想的な姿として表現されている。寺外の事物であるにもかかわらず、五条橋は現実よりはるかに美化されているというだけでなく、大きなスペースを与えられて描かれている。これは、洛中洛外の境界であることや清水寺山系の出発点であるということもさりながら、清水寺本願たる成就院がその維持、管理にあたっており、特別な意味を持っていたためであろう。参詣道には4つの木戸があり、何らかの境界として意識されていたことを示している。この木戸は清水寺参詣道の入り口であるとともに、避妊の居住地区としての清水境の出入り口でもあった。第1の木戸と第2の木戸の間の地区に、来者の住まう長宗堂が描かれていることや、八坂法観寺を描いた八坂法観寺参詣曼荼羅も、この辺りに犬神人の弓矢町を描いていることからも、そのことがわかる。この地区には他に、八坂塔や六原三寺のほか、愛宕寺地蔵堂と推定される地物が描かれている。第2の木戸と第3の木戸の間には、軽書堂のほか、特徴的な地物として三本外葉があり、一見では、鳥辺のを示すだけの外葉が、参詣道の標識となっていたことが知れる。第3の木戸と第4の木戸の間には、大日堂に比定される堂舎が描かれるのみである。第4の木戸をくぐると清水寺の門前町である。木戸のすぐ横、道の向こう側には3軒の茶屋が描かれ、この茶屋と向かい合った位置には、人影のない板葺きの4軒の家屋があり、畳の敷き詰められた室内に、鼓、太鼓、冊子本、ひさげ、調子などの道具が置かれているのがわかる。これらの道具は、これら4軒の家が遊びのための施設であったことを暗示するだけでなく、当時の後部上層階級の寄進たちが享受した芸道を示唆している。道の向こう側の庶民向けの茶屋と、寄進向けの茶屋との対比がここには描かれている。朝倉堂、田村道霊場の入り口である仁王門を抜けて、音羽の滝に至る道には、地物はほとんどない。音羽の滝には水堀を取る姿や水を汲むものが描かれ、参詣道としてのみならず生活道としても、機能していたことがわかる。画面の中央には、掛け作りの本堂舞台が強調して描かれ、大きさからも配置からも中心を占めている。背景には、東山連峰がそびえ、本堂の周囲には、諸堂が姿を並べる。霊場の条件の一つは、その資源から姿を変えることのない普遍性である。それゆえ、度重なる再建の都度、霊場は旧に伏せしめられ、その姿を維持されることによって、霊場として認められる。清水寺は、寛永9年の火災で堂舎の多くを焼失しているにもかかわらず、清水寺参詣曼荼羅に描かれている地物と今日の寺内の地物との間に大きな移動がないことは、常に資源のままの姿を維持するという再建のあり方を示している。しかしながら、そうした、再建のあり方にもかかわらず、長い間には変化を示す地物もないわけではない。明治の神仏分離により失われた地物もあるが、宿所、六地蔵、鐘付堂、田村堂、成就院、朝倉堂といった、寛永の再建前後にその姿を変えた地物もある。中でも、本願成就院の管理下にあった、田村堂、成就院、朝倉堂は、著しい変化をかぶっている。図中では、田村堂の正面に描かれていた阿弥陀仏像は失われ、小丘陵の上に舞台を伴った姿で描かれる朝倉堂は、今日では平坦地に立ち、舞台もない。これら変化をかぶった地物は、いずれも清水寺本来の建物ではなく、その意味で清水寺の霊場の普遍性に属していない。また、図中の配置においても、成就院の管理下にあった諸堂は、本堂西北の一隅に固まっており、寺家と本願成就院の二重構造が可視化されている。参詣道に描かれた人物像は、地物と密接に結びついた図像とそうでない図像に分類できる。前者に属するのは、参詣道沿いを生活あるいは、静行の場とする居住者の図像であり、後者は参詣者の図像である。居住者たちには、五条境保全のための勧進に従事する。大黒堂の勧進賞、井野上人や、来者のような、坂者、茶屋の主や客引き、水汲みといった人物たちがおり、これらの人物は寺内を目指す方向を向いた、参詣者たちとは、対照的に、逆方向ないし三景道に向き合う姿で描かれている。こうした人物の図像は、地物との組み合わせで三景道の場を形成しており、三景道それ自体が空間の圧縮によって歪められているのを補い、案内図としての機能を保つ表現となっている。寺内に入ると、地物と人物との結びつきは三景道ほど、容易には分けることはできなくなる。というのも、例えば寺内にいる僧侶は、三景曼荼羅だけでなく、近世初期風俗画の工房における、激化された図像の切り張りの配列であり、地物が明確に描かれて、場の案内となっているがゆえに、僧侶と地物との結びつきはそれほど重要な役割を果たしていない。むしろ重要であるのは、その場がいかなる意味で霊場の一部であるかを示す、参詣者の像であった。泰山寺で安産を祈る女、本堂及び、朝倉堂で祈る男女、音羽の滝と本堂の間を行き来する願人、地主神社の前の石に向かって歩む男といった、参詣者たちは、清水寺の信仰の根幹をなす場において、場を支える信仰を示すことを通じて、信仰的な案内図としての役割を果たしていた。こうした人物たちと対照的に、和とか変わりのない参詣者たちの図像がある。三景曼荼羅には通絵図的に、激化された図像の切り張りとして、多くの人物像が配されているが、そうした人物たちを除いてもなお残る、特異な人物像が清水寺三景曼荼羅には描かれている。それは、第2の木戸から第3の木戸にかけて描かれる、牙の人物二人と付き従う、人々の行列である。行列は、牙の人物を中心とする二つのグループに分かれているが、中島下本では、皇族のグループは古史を中心として8人もの従者を従えた姿で描かれている。これらの行列が何を意味するのかは明らかではないが、一般の基準としてはあまりに仰々しく、例えば勅使参考のような重大な意味を持ったものであったかもしれない。今一つ、特異な人物像が図中には描かれている。それは、延年寺谷を行く二人連れの人物像である。僧侶と修行者の姿で描かれたこれら人物は、延珍と坂の上の田村麻呂である。田村麻呂が延年寺谷を遡って、音羽の滝に至ったとする伝承もそれを裏付けるものであろう。延珍と田村麻呂の図像は、時間的にも、はるかに隔たった根源的な縁起の場を作り出しているのである。三景曼荼羅において、主役となる人物を見出すことは享受した階層を知る、手がかりとなる。三景曼荼羅を鑑賞する人々にとっても、図中に自己を投影できる人物像は、実際に参詣しているかのような感覚を与えるものであっただろうし、絵解く側や作成する側もそうした効果を狙ったと推測できる。そうした観点で図中を改めて見ると、堅衣袴を身につけた武家姿で描かれた人物像が目立つことに気づく。清水寺三景曼荼羅と同系統と推定されている他の三景曼荼羅と比較してみると、武家姿で描かれた人物の比率が目立って高く、東山の寺社を描いた他の三景曼荼羅と見比べても、武家姿の人物はやはり多い。こうした教授者層をめぐる問題は、前述の人物不在の寄進向け茶屋が手がかりとなると考えられている。同時代の風俗絵との比較からすると、清水寺の門前には、遊女あるいは影間のいた茶屋が門前にあった可能性があるが、人物は不在である。というのも、西山勝が言うように、三景曼荼羅は理想としての霊場の表現であり、一時のことであろうとも、生成の堕落のモチーフが描かれることはない。清水寺三景曼荼羅において、霞の堆積により、鳥辺野が隠されているが、人物不在の茶屋と同様、生成の堕落を描くことを回避するためと推測されている。その一方で、茶屋の室内に道具が描かれていることについては、日本美術上の留守文様あるいは、書細図と呼ばれる技法との関連するとの指摘がある。留守文様は、主題となるべき人物を描くことなく、画中に散りばめられたものから人物を想像させる技法である。この技法で描かれた対象を理解できるかどうかは、鑑賞者の知識教養の有無によって左右され、その意味で鑑賞者を選別する。書細図も、また、消極的で具象性を欠いた描写により、鑑賞者に自由な理解を可能にする技法である。こうした技法の適用として見るとき、茶屋の人物の不在は、鑑賞者を選別する一方で、絵解きと共に鑑賞する者の自由な理解を可能にし、自身の、あるいは他者の遊興を想像させるものであったのだろう。茶屋の内部に描かれた道具類が、鬼神の遊興と結びついたものであること、あるいは本願成就院による勧進活動が、幕府のみならず朝廷の権威をも利用し、有力者との強いつながりを持ったものであったことを考え合わせるとき、清水寺三景曼荼羅の人物描写は、あからさまに武家を含む有力者を対象とするのではなく、一見穏やかな表現の中に、後部の上層階級を勧進の対象としようとする、作成主体の確固たる意図を示すものであろう。三景曼荼羅の教授者層は、図中の素朴な描写法のゆえに庶民であると考えられてきたが、そのことを明確に示す資料は欠けており、教授者層を直ちに庶民のみに限定することはできない。こうした図像のあり方は、各自社がそれぞれの経済状況や勧進活動のあり方を前提とした多様かつ個別の制作事情によって、三景曼荼羅を作成していたことを示唆している。ありがとうございます。